V6 が1日、千葉幕張メッセ幕張イベントホールでライブを行い、1995年の結成以来、誰一人欠けることなく6人で継続してきたグループの26年の活動を終えた。1995年11月1日の CD デビュー以来、26年目の節目の日、ジャニーズ事務所では異例となる解散当日のライブで、代表曲愛なんだなど全41曲を熱唱。2時間37分のラストステージは和声配信されており、全国のファンもその姿を目に焼き付けた。アンコール前にはステージに立つメンバーにサプライズでファンから集めたありがとうという肉声と感謝のメッセージが届けられ、ここまで野顔だったウクニング、長野博士、49、は皆さんの拍手とありがとうの言葉にずっと支えられてきました。皆さんの笑顔が大好きですと目を潤ませ、リーダーの坂本昌行、50、は僕は新たに目標が見つかりました。この景色をまた見るために頑張っていきたいと決意を語った。井ノ原快彦、45、は26年間 V6 を愛してくれて、ついてきてくれて、いつでも笑顔を見せてくれてありがとうございましたと挨拶。6人は笑顔で舞台を去った。最後にメンバー全員でありがとうございましたとファンに感謝を伝えると、会場からは温かい拍手が送られた。6人の姿が見えなくなった後、ステージ後方のスクリーンにはいつかどこかで、また会い、あ、うにちまでとメッセージが映し出された。衝撃的な解散発表が行われたのは、3月11日だった。19年春頃からデビュー25周年に向けて話し合う機会が増え、森田剛、42、のこれからの人生、ジャニーズ事務所を離れた環境で役者としてチャレンジしたいという退所意向を5人が尊重。6人が V6 のメンバーであることを誇りに思い、一人の人間として、これからの人生に対してのやむきに決断した結果、何度も本音で話し合い、全員で今回の結論を導き出しました。この6人でなければ V6 ではないと解散を決断した。今後、森田はジャニーズ事務所を退所。坂本、長野、井ノ原、三宅健、42、岡田純一、40、は引き続き所属し、個人で活動。グループ内ユニット 20th Century、坂本、長野、井ノ原、は新たな気持ちで活動を続けることになる。